はい、どうも加藤です。今回は iPhone を使って、ボケ感がある撮影をするコツについて解説をしていきます。スマホの動画のクオリティもだいぶ上がってきたんですが、唯一一眼とスマホで埋められない溝があります。それ何かというとボケ感なんですよね。背景をぼかすことがスマホはどうしても苦手なんですよ。でもあるコツを使うことによって背景をある程度ぼかすことができるので、今日はそのご紹介をします。それでは早速いきましょう。はい、それでは早速いきます。スマホの撮影で背景をぼかす動画の撮影はコツとしては、ここの距離をできる限り詰めることです。できる限り短くすること。こうすることで背景をぼかすことができます。これがある程度これ離れてくると背景ぼけないですよね。なのでここに一眼があって、ここにジンバルがありますが、これがだん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 ピントが合ってくる状態になります。でもこれが近くなってこればなるほど背景一眼とジンバルはボケますよね。なのでコツとしては被写体とカメラとの距離をできるだけ近くすることですね。それでこの距離感で1回撮ってみますね。でこの撮影をするときは、A フロックをかけておいた方がいいです。この長押しですね、長押しをしてロックをかけると、被写体からカメラが揺れたとしてもバックにピントを合わなくなるので A フロックはかけてください。はい、この感じですね。このように被写体との距離を詰めることで背景をぼかすことができます。これがある程度離れるとやっぱりこう背景にもピントが合ってきてしまうので、背景をぼかしたいときは可能な限り被写体との距離を詰めていってください。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。このようにね、スマホだけでも、いい映像は撮れるので、ぜひ挑戦してみてください。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価をお願いします。またご質問、ご感想、動画のリクエストがある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。